じゃあすいません、本当に大変お待たせいたしました。6時になりましたので演奏の方を始めたいと思います。改めましてこちら通島の方で演奏させていただきますピアニスト作曲家の山地真美と申します。今日よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、今日はあの本殿の修復が完成したということで、いろんなところでイベントが行われているんですけれども、こちらの方で、私は岡山出身ですので岡山各地のいろんな情景をあの今作曲をして、演奏活動しているんですけれども、その中からいろんな曲をお届けできたらなと思います。でまず最初にですね、いつも演奏させていただく曲で鶴は舞うという曲がございます。こちらは岡山後楽園のお正月の鶴の包丁を描いた作品なんですけれども、まあ、年明けの華やかな様子がイメージなんですが、ちょっとそちらのイメージを持ちながら鶴の様子を、聞いてみてください。
がとうございました。鶴は舞うという曲でございました。こちらの曲は私の作っている曲の中でも割と覚えやすい旋律でして、皆様も、今日の演奏で覚えていただけたら嬉しいなと思ってます。続いてまた演奏をいたします。西大寺の、裸祭り、2月の西大寺会陽の、様子を描いた真夜中の祭りという曲を演奏したいと思います。裸祭りの熱気ですとか、とっても寒い中なんですけれども盛り上がっている様子、そういったものを描いたものなので、聴いてください。お集まりいただいてありがとうございます。改めて今日初めて演奏を聴いていただく方もいるかと思いますので自己紹介できたらと思うんですけれども、山地真美と申します。私岡山出身でして、高校大学と普通の岡山大学に進学して、大学の時は法学部にいました。で、法学部の時に就職活動をいろいろしてまして、で、世の中のいろんな職業を見た上でやっぱり大好きだった音楽を志そうとその時に決めまして、で東京に出ていきました。
で東京では専門学科に入ってですねクラシックのピアノの勉強をしてたんですけれども、まあ、私にしかできないことって何だろうとその時から思い始めまして、作曲を始めたんですね。で作曲を始めるとやっぱり岡山が大好きっていうのとずっと自分が見てきたものが岡山の景色だったりとか、いろんな情景だったりやっぱそういったものがテーマになっていたということで今は岡山各地の情景を作曲して、音楽で魅力発信するという活動をしています。で今は岡山観光特使の方も務めさせていただいております。ということで今日も皆様に、改めて岡山っていいなって感じてもらえたら、嬉しいなと思ってます。で先ほど、2曲演奏いたしました。で続きましてですね、幻影の彩りという曲を演奏したいと思います。こちらは昨年の秋の後楽園の、幻想庭園のオープニングで披露させていただいたんですけれども秋の幻想庭園の、紅葉の色の移り変わりですとか、月夜が上から照らされる様子、そういった幻想的な風景を描いた曲になっております。それではお聴きください。Thank you.
ありがとうございます。ちょっとしっとりした、旋律の曲だったかと思います。この次は元気にいきたいと思います。子どもの皆様もいらっしゃってるタイミングかと思いますので、みんな大好きな桃太郎の曲を、私がアレンジをしました。桃太郎の主題による変奏曲という曲をこれから演奏したいと思います。この吉備津彦神社、吉備津彦という人を祀った神社になっているんですけれども、桃太郎 のモデルになった神社と言われておりますので、ぜひこの神社の中で聴いていただけるのも嬉しいなと思っております。それでは聴いてください。皆様のおなじみの桃太郎の曲でございました。この次はですね、4月がもうすぐ近づいて、桜がいろんなところにもう ちらほらと咲き始めてると思うんですけれども、私の実家にも実は桜が1本立ってまして、今呼ぶぐらい咲いてるかなというタイミングです。で、私の作ってる曲の中にですね、桜散るという曲があります。これは桜がテーマになってまして、岡山県の醍醐桜、行ったことある方いらっしゃるかと思うんですけれども、私3歳ぐらいの時に、記憶がねあやふやな頃なんですが、その醍醐桜に両親に連れて行ってもらって、でとっても大きな桜で、上から花びらがひらひらハラハラ降りてきた様子だけが記憶にずっと残っていて、その様子を描いた作品になってます。で、桜っていうのはやっぱりその日本人独特のなんかこう美しさを感じるところがあったりとか、時に切なかったりとか、桜を見てると風を感じられたりとか、そういったところがあると思うんですけれども、桜の花びらが、ひらひらハラハラ、散っている様子をイメージしながら聴いてみてください。それでは桜散る演奏いたします。
私、改めまして山路真美と申しますけれども、 Twitter、Facebook、あとブログ、最近 Instagram をちょっと始めてみたという感じなんですけれども、皆様ぜひですねフォローの方いただけたら嬉しいなと思います。東京在住に在住で岡山のことを、東京の関東ですとか、あとこの間はアメリカの方にも行ってきました。海外に発信する、でやっぱり地元岡山の方でも活動はやっぱり定期的にしっかり続けていきたいなと思ってますので、例えば今日は鬼滅彦で演奏させていただいて、4月7日はですね津山の角山公園で、夜の6時から桜のふもとで演奏もしています。であとは5月4日ゴールデンウィークの時ですね、4日の12時から富士祭り、富士公園ですね、和気町にあります富士公園でも富士棚の下で演奏できたらと、いろんな各地の情景を音楽で描いて、演奏していたらもうその描いてるその情景の中で弾きたくなってしまいましてということで、いろんな場所にピアノと一緒に行ってですね演奏をしたいなと思っています。で今日は、鬼滅彦神社で演奏していますということで、昨年ですね縁があって鬼滅彦神社の方に楽曲提供もさせていただきました。その曲が高架高原という曲です。時々 CM なんかでも使われている曲になるんですけれども、鬼滅彦神社に降り注ぐ太陽の光がテーマになっているんですが、太陽の光って、普段からあるので、当たり前なんですけれども、やっぱり改めて感じると太陽なければ私たち生きていけないなっていう、でやっぱり全てのエネルギーの根源であってすごいパワーを持っていると思うんですね。そういったものをこの神社を訪れた時に私も感じたので、その光のエネルギーみたいなものをイメージして作りました。それでは、高架高原お聴きください。
ありがとうございました。吉備津彦神社に提供させていただいた高架高原という曲でした。今日持ってきてないんですけれども、 CD では今日弾いたような曲が入っているものがあったりとかして、インターネットの方で販売とはしてますので、私の山路真美の名前でいろいろ訪ねてきていただけたらなと思います。ということで、ちょっとこれでワンステージ、で休憩をそうですね、5分ぐらいちょっとだけいただいて、またたくさんお集まりいただいているので、引き続き弾いていきたいなと思ってます。ぜひこの後も楽しんでいってください。お声かけいただいたりとか、写真を撮っていただいたりとかも構いませんので、ぜひこの後も皆様、よろしくお願いいたします。山路真美でした。ありがとうございます。